美しすぎてこの世のものではないです。ドキッツ。今年4月にタレント渡辺伊達との間に第2子を出産した女優の佐々木希が16日 SNS を更新。バレンティーノの穴だらけニットのコーデを披露した。イナード10月号オフショット。ニットが素敵で気持ちが上がると綴り、公開した写真ではピンクのセーターを着用。格子状に大きな穴がたくさん開いている大胆なデザインとなっている。インナーにはボッテガベネタの透け感あふれるオーガンジー素材のシャツを着用。髪はざっくりと乱れたナチュラルなスタイルで軽やかな雰囲気を醸し出した。フォロワーからは、美しすぎてこの世のものではないです、超可愛い、可愛いからドキッツ、簡単ふ、色っぽいという声が上がった。今年4月にタレント渡辺伊達との間に第2子を出産した女優の佐々木希が16日 SNS を更新。バレンティーノの穴だらけニットのコーデを披露した。イナード10月号オフショット。ニットが素敵で気持ちが上がると綴り、公開した写真ではピンクのセーターを着用。格子状に大きな穴がたくさん開いている大胆なデザインとなっている。インナーにはボッテガベネタの透け感あふれるオーガンジー素材のシャツを着用。髪はざっくりと乱れたナチュラルなスタイルで軽やかな雰囲気を醸し出した。フォロワーからは、美しすぎてこの世のものではないです、超可愛い、可愛いからドキッツ、簡単ふ、色っぽいという声が上がった。私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。